リチャーブルーホースです。スープメリオ64 やっていきましょうか。パートはもう忘れた。なんで What 今逆方向を映ってたよね。あれ気のせい俺。OKOK。 はい、ということで、一番簡単な赤コインをやっていこうと思います。ういピッ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 。これがクリアできないやつの顔が見てみたいすらっていうところなんですけどね。あ、フラグじゃないですよ。はい、ということで、早速なんですけれども、開始1分経たずとして1枚目ゲッチュ。イェフーブ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 ーキュービカ。無駄なコインは取らない主義でございます。はい、8枚の赤コインのかける 8×2 ということでね、積み続けましょう。ちょっとことで、はい、4枚目。まあ、大体1ステージ4つくらい当たればなんとかなるじゃん。で、コロコロ丸太渡り、丸太を渡った。あっちか、これだな。これ、あれさ、どっかになかったっけ。まあ、いいか、まあ、正規ルートで行きますか。そうなんだよ、あのなんかね、チッ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 。そう、まともに溶岩すらも渡ることができないやつだよ。危ない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 。そうそうそう、まともに溶岩も渡れねえようなやつがさ、なんか生きてさ、なんか、あ、ちょ、危ない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 。オッケーオッケーオッケー、ジュシ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 。ちょっと待って、ちょくしゃみも止まんねえしゃ、ちしー、ちょっと待って、あ、やべ、マンマミーヤ。前回のね、パートのね、連続撮りみたいな感じでやってるんでね、もうあの体力がないザムスっていうことで、なんてあれ、自ら突っ込んで、あっちゃ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 。男はいつでもギリギリを生きる。チュ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 、やばい、くしゃみ。どこでノコノコのコーラって、あれなんか手に入んないの遅いな。よいしょ、おい、やべ、よいしょ、オッケー、ほっ、よいしょ、違う、真ん中に立ったらまた同じ目に遭うよ。遭うよ。無理に。ママミーヤ。もうやばいよ。鼻もちまるし。花粉症でも何でもねえ時期なんだけどね、もうね。てか花粉症になったことないから分かんないんだけどさ。まあ、ここにさ、亀の甲羅ってなかったっけ。あれだったら一番楽なんだけどね。よいしょ。わかった、同じことを繰り返しの、繰り返しのタランティーノ2号2世。あっちすごいよね、マリオはあっちっちで体力がなくなっていくのにさ。おめえらなんでそっち行かねえんだ。よし、あれ、カメラは、ちょ、操作してねえべ、操作してねえ、あっぶれ、ギリギリ、いつだってギリギリ、いつだって今が最高さ。チャッチャッチャ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 、ママミーヤ、チャッチャッチャ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 、でも僕はめげない。いやー、続きからやったのはさ、こうなんか毎回さ、お城の外からやり直すっていうのダリーかなーと思ったからなんですよね。これこっちからさ、無理でしたー。ゲームオーブー。元に戻るんかい。オキドキ。結局ここに戻ってくるっていうね。なんなんだ、なんて日だ。ヤッフー、どうしよっかな。じゃあこの階を一個ずつクリアしていく。そうだよね、それ一個ずつとかやっていかないと明日30個とかちょっと届かなさそうだもんね。チャラチャ、次なんだ。8枚の赤コイン、あー取るのめんどくせえな。ウィーン、どこに赤コインがあるかも覚えてないからね。鉄砲に発射。
途中でヒップドロップできないドロップ、ついでに100枚も取っちゃう。いやそんなこともない。ああやった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 、そう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 。であれここに赤コインってなかったっけ。ちゃっちゃーちゃ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 、これをなんか踏んだら何かが手に入るとかだっけ。おい、あんな浮き島に真ん中めっちゃ、そしてなんだっけスター浮いてるし、ワッパン2つ、いやいやいや、なんかそういうさ、こうなんか指令違うスターを取るのもなんかあれだよね、ゲスだよね。マジで何もなかった、嘘。そういうこともあるのね。でまあいいや、これはいいんだけどね。これがさ、なんかさ、違う、コツネコさんがさ、よくさ、なんかジャンプしながらさ、あれちょっと、ラーが、おはいはいじゃなくてさ、ジャンプしながらなんかさ、こうぴょんぴょんぴょん登っていくっていうの あったと思うんですけど、うん、あれってどうやるんだろうね、いまだにこうやり方がよく分かってないというか、うん。ちゃ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 ピッキピッキポッ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 、やばい、めっちゃ暇やな、コーヒー飲もう。コーヒーのはずなのにさ、まあ、この季節になったらもう大概さ、普通アイスコーヒーを飲んでたけど、珍しくホットコーヒー飲んでんだけど、もうホットコーヒーももうぬるくなりすぎて、もうもはや氷のないアイスコーヒーみたいな状態になって、このまま上まで登っていく感じでいきましょう。いや皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。なんかね、やっぱね、こう仕事の一日一日というかさ、5日間ってさ、めちゃめちゃ長いじゃないですか。なのになんであんなさ、たかだか4連休5連休とかっていうさ、時間ってあんなに一瞬で秒で終わるんだろうね。ほんと子供と遊びまくってさ、ヘトヘトになってさ、で、あーもう無理立てないっていうような状態になったらさ、こっちはもうなんもないかな。なんかもう秒で、あれ？なんか目を閉じて開けたらもう終わってたみたいな、こんな感じだよね。こっちはないかな。じゃあよいしょ、今何枚だっけ？ 3 枚だっけ。発射準備オーライ、あいつに向かって、ちょっと待って、ラッキング、うっそん、マジかよ、恥ずかしいの極みだよ。ワンワン、結構あれだよね、マリオ、スーパーマリオ64ってさ、無敵でこう形相の怖い敵とかが結構いるからさ、まあまあトラウマになりやすいやついるよね。2階にもいるさ、バクバクとかさ。よし、あと2枚か。よし、じゃあ取っちまおう。OK、 なんかめっちゃワンワン言ってるけど、あれ、この辺にあった赤コイン1枚なかったっけ。あれ気のせい、あれないな。あれ、じゃああと1枚どこだ。ジオうまい、すげえうまかった今。あれ、赤コインあと1枚どこだ。これで観察したらなんかどっかないか。あれないね。発射、これでヒュー、うわー、で、あれあと7、ん？あと1枚が行方不明だ。戻ったらあるかな、登った先にあるとか。いや、んなことはないよね。待って、めっちゃバカ野郎、バロ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 、おいしょ、おお、どこ逃げんねん、どこ逃げんねん。ちょ、おめえの力が必要なんで頼むよ。よし、オッケー、チュチュルチュチュチュルチュ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 、何かが起こるまでは私これで大丈夫。チャ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 
こっちだったっけな。こっちまだ行ってないね。行ってみようか。ここに赤コインはないか。ちょっと邪魔。あった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 。押して。いやー、目の前に爆発しやがってんやろ。おい、おいで。そう。押し。背中からも3回。あぶね。じゃあダメだ。登っていかなかった。あれ。なんで？あ、さっきからうまく飛べないね、全然。おいや。よし、ワンワン。おお、プルプルしてる。プルキンプルキン。どんな言葉？キンプルキンプル。キンプルキンプル。あれ？ほほーは言わなくなっちゃったの、もう。星かな？チュルルチュルルチュル。結局あの丸太をぶち潰していくっていうのは どういうあれだったんだろうね。ああ、怖いやー。なんか嘘されてるよー。ほほー、やっほほー、やっほほー、やっほー。わお、ぴょん。ドン。よし、オッケー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 。なんでスライド。いいよ、しちゃう。チュル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 。ユービゴー。オッケー、23枚目かな。パッ。パッ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 。オッケー。じゃあ次行きましょう。で、砂漠のステージで終わり。ああ、じゃあもういいや。順番通り行かなくてもいいや。さあ、なんか嫌な予感がするな。ペケペペ。ですよねー。もうその予感がしてた。これでゲームオーバーになりそうな予感がする。ピューン。ちゃ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 。私このスライダーの世界チャンピオン、体でかいキラとっても速いあなたチャレンジします。レディー。ちょこいつパーンってなる前からやってんだよな。ずるくないっていうね。おら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 おこれね、むずいんだよな。未だにこう、なんかまともな攻略法もこう浮かんでないというか、しかもショートカットしたらスポーツマンスチップに乗っ取って堂々正々ってやりましょうよって。堂々正々、逆だな。落ちます。じゃあ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 、はい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 、行きましょう。これリンクと同じでさ、 B ボタン押したらなんかあのなんだっけ、間違えてゴーになっちゃうみたいな、はい、はいを選択したことになるみたいな、そんなあれなのかな。ちょっとあのもう記憶が乏しくなってんだけどさ、俺このパートで一回死んでんだっけ。ヘゴチャラララチャラララチャー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 チャラチャー。あれ、このパートで死んでんだったら俺ゲームオーバー2回になる可能性があるってこと。残ったさせねえ。さあ、授業部、授業カメラ仕事。あ、じゃなんか逆になってるけど大丈夫。よし、オッケー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 。これインコース攻めてた方がいい。インコースインコースインコース、イン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 。おー、ずるい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 。よし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 。あー、いつもそこで跳ねんのかよ。見えないバナナの皮に滑った。じゃ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 らじゃ。マンマミーヤ。いやー、お花がずるずるする。いやー、マジか、やばいな、きついな。助けてみんな。じゃ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 。まあリアルをお届けする実況プレイヤーブルーホースでございますんでね。はい。あのクリアしようが、それがダメだかななかろうがね、うん、なんとかやっていこうと思うんですけど。あのちなみにですね、まあ、あのそのゲームをやるときにね、またみんなにね、あの伝えられたらいいかなとかって思ってるんだけど、来てます。よし、オッケー。おー、ギリ。チュルチュ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 。早いね、早いね、君早いね。やばい。後ろから迫り来るあいつにビビってしまって、スピード加速したら真正面から壁に突っ込んでてしまった。これはアナウンサーになることができないくらい語彙力が乏しくて仕方ないんです。ごめんなさい、しませんでした。はい。
まあそんな中でもね、ちょこちょこコメントなんかももらったりとかしてたらさ、あの解説が面白いですとかってコメントとかもらったらなんか心ほらされたりとかするよね。解説してねえんだけどな。もはやなんか一人のおじさんがさ、もう柄にもなく実況プレイを楽しんでいるだけっていうね。ちなみにさ、マリオカート式みたいにさ、なんかすげえゆっくり走っててもさ、なんか待っててくれるみたいな、そういう優しいプレイみたいなのないのか。はえな、そして荒ぶってんなおめえ。おー、来い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 。そう、やつはやつがどんなスタイルで来い関係ない。私は私のマイウェイを貫くだけ。ドンテテテテテテ、シジロンギロンギロンギ。髪の毛ハゲてもう金髪で俺の口ゲイゲイゲイ。よっしゃどうす。おいおい逃亡図るっすな。おいこら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 。おお逃亡図るっす。よし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 。オッケーオッケー。世界記録だすごいよあなた。金メダルの代わりにこれあげます。いやーすごいすごい。よっしゃーどっから生やしてきたのかな。卵ピッの代わりにスターピッとか。オッケーセンキューベルマジジュー。よしだっちゃだっちゃ。しんどい。ただただつやかましいだけだもん。チュルチュルチュル。なるほどね。あれを全部取ったら100枚ってか、あのスター、何て言ったらいいの、100枚コインとかやったらあれ全部いったらね、いけるかもしれないね。もう日本語になってねえんだよな。全然喋れてない。ということで、いきましょうか。デビちゃん。ドゥドゥドゥチュルル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 ルあったあったあった。じゃあ、あれでも、ま、あ、コインだったよ。じゃあ、地下帝国から行こうか。かっこいいよね、この音楽。つらわない。私は無敵。で、お宝を取られたウツボちゃんは、あっそっか、これ沈んでって取るっていうことも大事なんだな。ウツボ、ほんとウツボさ、このウツボも怖えしさ、倒すことができるけど、ムジラの壁に出てくるウツボも怖かったりするよね。今は頑張ってあの時のオカリナクリアしているのを目指してるけど、多分ねムジラの方がなんかあのパート数的には短くなるかもしれないけど、レベル的にはねあっちの方が難しいんだよな、個人的にはな。ということで、いっぱいなんかいますと、オッケー。え、これちなみに、これを取ってあそこ沈んでいくのかな。まあ、で、スパイ系洞窟の宝なんで、こいつからやりましょう。これどれだったっけ、これ。ピコピコン。ふげー。これまた閉まる式でしょ。オッケー。ふげー。ってことはすごいな、全部外してるっていう。オッケー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 。オッケー、じゃん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 。チュルチュ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 ルチュ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 ルチュ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 ルチュチュルチュチュビゴー。よし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 。いいねいいね。セーブし続けましょう。チャラチャンチャラチャチャラチャチャチャラチャチャラ。オッケー。パオ。パパパパパパパ。大砲。大砲。え？大砲で人って。ごめん、わからん。なんやろ。全然イメージがわかんない。大砲で人って。ここの壁ぶち壊してっていうのはあるのかもしれないけど、とりあえずおしゃべりしましょう。そうしましょう。こんにちは、台本の準備かかります。ブイーン。ありがとう。あれこっちか。いやこっちじゃないよね。あそこにあるんだよな。あそこにじゃあぶっ飛んでいけってことか。角度むずくない。あいけるないけるな。むずいな。うん、おお一発きた。うまっ。これっすよね。これこれこれがブルーボス。うしゃうらうら。ゲームオーバーになったのをチャラにするかのようにね、逮捕で一つ飛び。じゃあ終わらないよ。おっつプレスタートプレイ。
終わっちゃった。はい、まあ、収録時間も20分過ぎたということでね、次回パートからまた地下帝国に戻ろうと思いますんで、ぜひね、皆さん楽しんでいただけたらというふうに思います。ちょっとスターがあんまり、5枚か、言うても5枚か取れたから、はい、まあいいかなというふうに思いますんで、まあ、うるうるお目目でこちらを見つめていることに許してくださいということですね。はい、ではまた次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録もよろしく。ではまた。